だ。ただいま。何したってんだよ。覚えてないで。違うよ。お前何か勘違いしてんだよ。いつものアニメ通りだ。翔太、先生は情けないぞ。授業中に居眠りはする、宿題はやってこない、その上学校の備品は壊す、まるでいいところがないじゃないか。ごめんなさい。でも理科室のガラスを割ったのは僕じゃありません。ん？じゃあガラスを割ったのは誰なんだ？ゴングとモゲタです。なに？本当かね？あ、本当です。僕見ていました。そいつはけしからん。やったのはあの二人だったのか。ゴング、モゲタ、あの先生、僕はもう帰ってよし。翔太くんはいつも先生に怒られているけど、もっとしっかりしなきゃダメよ。まあそうなんだけど。じゃあ私こっちだから。また明日ね。バイバイ。じゃあね。おい翔太。